フォロワー限定。フォロワーだけに特別イラストを見せたい。フォロワーだけにプライベートフォトを印刷してもらいたい。そんなフォロワーとの絆を深める待望のサービスが登場しました。ツイプリはイラストアプリ大手メディバンペイントを提供するメディバンとツイプリプロジェクトが5月25日に公開したサービスです。使い方はとても簡単。早速コンビニで印刷してみると。それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。クリエイターのかぐわです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは今日のお品書き。イラストレーターに新たなファンダム。ツイプリとは、実際にツイプリしてみたです。今日はファンとの絆を深めたいクリエイターに向けた情報提供です。もちろん、コンビニプリントの活用法をね、知りたいという人にも必見の内容になってますし、そして、ツイッターを普段から使ってる人、それからこれから活用したい人にもおすすめの内容になってますので、ぜひ最後まで聞いてください。それではまずはこちらの記事。2023年5月25日、インプレスウォッチの記事です。メディバン、ツイッターと連携したネップリサービス、ツイプリです。はい、こちらですね、ツイッターと連携してコンビニプリントができるというものなんですね。リリースによりますと、なんと世界初ということですね。まあ、世界初といっても、ツイッター自体があんまり世界ではね、メジャーではない SNS ですので、まあ、世界初というのはちょっと煽り気味な感じもしますが、それでもですね、今まで意外となかったんだなという感じがしています。それでは引用します。ツイプリは、イラストレーターがイラストをアップロードすることで、全国のコンビニに設置されたマルチコピー機でイラストをプリントできるプラットフォーム。作品を一元管理しつつ、ファンへ簡単に提供できるというです。ツイプリを利用するのはとても簡単です。ツイプリのウェブサイトに行き、そしてツイッターアカウントと連携をする。もうこれだけです。特にパスワード設定やメールアドレスなども必要はありませんでした。ただ、ツイッターが昨今、バタバタとしていますので、ツイッターのサービスがね、何か不具合があれば、もしかすると影響があるかもしれませんが、ただ本当に連携はとても簡単です。さて、連携をしますと、何ができるかと言いますと、ツイプリに画像をアップロードすることで、フォロワーだけに見せる画像、またはパスワード付きの画像、それから印刷するまで何が出てくるかわからない画像などをコンビニプリントを活かしてファンに画像を見せることができるサービスなんですね。もちろんコンビニプリントを連携しなくてもフォロワーであればクリエイターのツイプリサイトに行きますともう画像を見ることはできます。ですのでコンビニプリントを使わない、例えばビジネスユースでね、何かフォロワーだけにね、何かのノウハウを見せるとか、ハンドメイドの型紙を見せるとか、そういった画像を見せたいという程度であれば、もうコンビニプリントさえも必要なく、ツイプリのウェブサイトに誘導して、フォロワーさんであれば、それを見れることができます。そして、コンビニプリントを活用するという方も、注意が一つだけあって、いわゆる写真、フォト印刷なんですね。ネットプリントのこう A4 の紙とかではなくて、いわゆる写真印刷のプリントになります。A4 の紙を印刷するなどはできません。逆に言えば、フォトプリントの例えば L 版、2L 版、シール印刷、正方形印刷などには対応していますので、やはりおすすめな使い方としては、イラストレーターさんがフォロワー限定のイラスト、そしてインフルエンサーさんやアイドルの方でしたら、ファン向けの限定フォトというものをコンビニプリントで印刷してもらうというのがおすすめな使い方です。いやーなんかありそうでなかったですよね。実際に使ってみました。まず画像を用意してパソコンやスマホなどから自分のログインした状態でツイプリにアクセスします。そして画像をアップロードします。簡単な一言であったり、あとは公開の終了日なども設定できます。こういうのもね、何気で便利ですよね。いついつまでに印刷してくださいねというのは、やっぱりファンの行動の背中をね、押してくれるということでは、この締め切り設定ね、何気に私はすごいいい感じですね。そして、設定できる制限は3つ。フォロワー限定、
これが一番緩い制限ですよね。逆に言えば、フォロワーを増やしたいという人は、この機能をガンガン使うといいかと思います。それから、シークレット公開。これは本当にコンビニで印刷するまでわかんないだそうです。それからパスワード印刷。パスワードを知っていれば、まあ、印刷ができるというものですね。この3つを切り替えられます。そして、なんと利用料は無料です。ウェブサイトを見てみますと、広告予定地とありますので、しばらくは、まあ、広告運用を考えていると見られます。ただ、メディバンというアプリの大手ですので、まあ、早々すぐに何か有料化ですとか、あとはサービスが終わるということは考えづらいかなという気はします。逆に言いますと、そのメディバンペイントというペイントアプリを提供していますので、アプリをどんどん使ってもらうための顧客満足度の一環だと思われますので、間違いなく今後も継続していくと思われます。そして実際画像をアップロードしてみました。そして私、別のアカウントでフォロワーになっているアカウントから見ると確かに見られました。そして、コンビニプリント用のなんか、綴りが出るんですよ。5ZX なんとかかんとかかんとかっていうのが出るんですね。で、それを持って、はい、先ほどファミリーマート行ってきました。で、ファミリーマートでネットプリントというのを選んで、番号を入力する画面で番号を入力したら、まあ簡単ですよ。サイズを指定して何枚印刷するかというのを設定すればできちゃいました。いやー簡単ですね。ですから注意事項としては、印刷をするときに画像のサイズ、印刷サイズを選ぶ画面がありますので、クリエイターの方はファンの方に向けて、まあどの画像サイズで印刷するといいですよといったことは必ず添えるようにしましょう。そして何度も言いますがこれ、コンビニ印刷代だけで使えるんですよ。そして特に月間枚数何枚とか上限何メガとかっていうのは特に今んとこなさそうなので、何か画像のやり取りでファンとの絆を深められると。そういったクリエイターの方は、もうこれね、どんどん使いましょう。フォロワーさんを増やすことにも使えますし、フォロワーさんとの絆を深めるということにも使えます。いやー、これは素晴らしいですね。はい、というわけでアフタートークです。200日後にポッドキャストアワードにエントリーする番組第4日目ですね。昨日は尺が意外と長かったので、アフタートークが収録できませんでした。楽しみにしていた方いたら、すいません。いるのかな？はい。今日はその200日目の通算トークとしては4日目ということですね。はい。で、第4回のポッドキャストアワードのベンチマークが終わりました。で、自分用の備忘録として掲示板を作りました。で、この掲示板、Discord というサイトになってまして、どなたでも無料で使えるように公開しておきました。ですので、私がポッドキャストアワードを、まあ、どうやって分析リサーチしてるかという情報源をまるっと見られるようにしてありますので、概要欄にディスコードのリンクを貼っておきましたので、ぜひ興味ある方はチェックしてください。もちろん無料で使えますし、大会もいつでも解除もいつでもできますんで、ご安心ください。そしてまあ、興味があればですね、皆さんもぜひ垂れ込みなどお待ちしております。いやーでも調べれば調べるほどね、一般人はもうちょっとね、入賞は無理じゃねえかってね、ちょっとね、思ってきました。なんかね、まあ、入賞仮にしたと、できるとしても、なんだろうな、Spotify とか Audible が、まあ、獲得したいファンが好きなような配信をしてるという、もう、やっぱりテーマ、パーソナリティありきだろうなっていうのが、まあなんかね、すごい感じますね。はい。ただまあそれも含めてね、攻略ですから、私のいろんなリサーチ、ディスコードに載せておきますので、そして今後もどんどん追加してエントリーを目指しますんで、ぜひ皆さん一緒に楽しんでいきましょう。一次ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐやが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。毎日の収録配信、週に1回の無料のニュースレター、2つの媒体で情報を発信していますので、ぜひ、フォロー、登録、よろしくお願いします。コンビニに行って何を買うか迷ったら、とりあえず抹茶入りの何かを買うようにしています。というわけで皆さん、いってらっしゃい。